いやぁ、マミヤの作るぼた餅は最高にうまいな。そうですか？うふふ、嬉しいですわ。ありがとうございます。マミヤが嫁さんだったら毎日飯が待ち遠しいだろうな。あら、もう、お上手ですね。ぐぬぬ、実際超絶品だから反論できないです。お姉様、あんこついてますよ。かんほり、ティートクー、食後に美味しい紅茶いかがですか？あんこに合わねえだろ。痛い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 。あらやだ、熱々ねえ。見てるこっちが恥ずかしいわ。少しは自重してほしいのです。来客のようね。珍しいな。どうぞなのです。お前らがなかなか来ないからこちらから来た。カンコリ、あの、どちら様でしょうか？深海税関ですが何か？マジかよ、敵じゃん。てか司令室に正面から堂々と乗り込んでくるなし。お前まさか人型見るの初めてなのか？恐るべき低レベルの提督がいたものだ。で？提督、お客さんが迷ってたのでお連れしました。お給？だいぶ前から姿を見なかったから心配したぞ。そこのハレンチバニーもどきが連れてきてくれたのか？ありがとう。魚雷さえ通れば全弾ぶち込んでるのにな。謎の言語で会話が成立してるみたいね。何を頼まれたのかしら、気になるわ。で、なんだって？わかるわけないじゃん。お前の小芝居スキルにびっくりだよ。あとためごな。カンホリ、で、レキューがどうかしたのか？いえ、昔生き別れた姉となんとなく顔が似てただけなのです。レレ、一つ聞きたいことがあるのだけれど、あなた方はどうやって建造されたのかしら？なんだ、知らなかったのか？お前らも合金すれば直ちにグッシードへ変貌し、やがて深海生活と、それ以上は危ないわ。いろんな意味で、でもそうするとレキューちゃんは。カンホリ、そもそもなんでお前らは俺らを攻撃してくるの？貴様らが攻めてくるからじゃないか。じゃあ俺らが何もしなければ特にお前らも戦う理由はないの？そういうことになるな。私たちの存在意義に関わるので軽率な行動は慎んでほしいのです。カンホリ、あらまあ皆さんお揃いで、お話もまとまったようですし、服入れてくださいな。なんだこれは、新型の砲弾か？ノー、ぼた餅です。マミヤさんの作るスイーツは最高に美味しいね。毎日食べてます。なに、これは食べ物なのか？いただきまーす。あ、こら、お行儀が悪いぞ、レキュー。美味しいー。バク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 、なに、美味しいのか？油断した。これは、我々に対する宣戦布告、そういうことだな。え？いやいや違うって。困ったわ。お口に合わなかったのかしら。ね？でもレキューちゃんは美味しいって言ってるです。カレー味、混ぜときました。お前か。こうなったら口直しに貴様らの司令官をいただいていくぞ。え？司令官を返してほしくば我々の海域まで来るがいい。さらばじゃ。え？やだやだ、ぼた餅、もっと食べるのー。お、そんな、提督がいなくなったら、大丈夫かな？指は。今回の MVP は天竜だ、おめでとう。よっしゃー、おめでとう。すごいです。見直したわ。足りねえだろ、俺が一番強いんだからよ。 MVP MVP MVP。 10度20度30度10度20度。さあ何してるのです？スマイルの練習。